ワールドカップロシア大会で世界中が沸き立つ中、 J2 リーグはこれから20節を迎えています。2018明治安田生命 J2 リーグ第20節、 FC 町田ゼルビア対アルビレックス新潟の一戦。さあ、そのどちらも負けられない一戦という言葉がありました。今 FC 町田ゼルビアと、そしてアルビレックス新潟の選手が入場してまいります。町田はこういう並びを我々は予想したんですが、まあ、注目選手としてその鈴木と中島を挙げてもらいましたが、中盤もやっぱりこれ大きなポイントを握ってるでしょ。そうですね、うん、はい、井上そして森村、おそらく右吉浜左杉森ということになりますが、まあ、どういうふうにこれプレーとして絡んでまいりますか。これが新潟の予想される並び、まあ、見ようによっちゃ 4-1-4-1 というこの格好になるんですかね。はい、そうですね、うん、まあ、川田の位置あるいはそうですね、豊島あるいはまあターレスを前に持ってきて、まあ、こういう感じになるんですかね。はい、まあ、ターレス選手を中心に攻撃を組み立てたいと思っているんです。頭でついたボール町田、さあチャンスがつながりました。あ、いい感じで落としてシュートはこれ大きい。最後は吉浜の左足、ちょっとハーフバウンドでボールが上がったところだったんですが、まあ、かぶせることができずに浮かせてしまいましたが、攻めている町田、流れたヘディング、キーパー、間をうまく通しました。この辺りの組み立て、逆襲チャンス、3対2だ。これは大きなチャンスになる。町田前に置いて、そしてシュート、弱いシュートは相手に当たりクリアです。インターセプトしたボールをいっぺんにゴール前まで運んでいきました。しかしシュートを阻んだのは新潟。ショートコーナーを多用していた今日の町田、しかしここは入れてくる。ヘディング、これ左へ、捉えることはできませんでした。ヘディングシュート、下坂、どうだ、肌すでに上がっています。安田が今度は前につけることができました。タレス、安田剥がした、どうだ。今の流れは非常に良くて、このゲームの中では初めてこういうサイドからターレスにというね、一番可能性を感じましたね。面白い、入れて流れていきました、シュート、頭でついてまだ落ち着かないボール、バイスクル、これは枠を捉えていません。さあ、クオリティの高いボール、質の高いボールをこれ期待できますが、ニャー、もう一度平田もらって入れ直し、ヘディング、ゴール。スタジアムは今日一番沸きました。さあ、チャンスだ、前に送る、引き取る、右の上がりを待ちました。ターレスがディフェンスラインとの駆け引き始まって、クロスボール待ちになります。流した、タールス渡して、そしてここでシュートは浮いてしまった。いい攻めでしたね。いい攻めでしたが、最後のフィニッシュが加藤、どうでしょう。一旦フリーに見えたんですが、加藤にしてみれば右で引き取って中島、さあどうする、そのまま入れる、フリーだ、そのままワンタッチシュート、決定的でしたね。決定的ですね。ちょっとトラップが大きくなっちゃいましたね。なんか今滑るんですかね。芝がちょっと濡れて。新潟は今矢野騎手を飛び出す。そしてチャンス。キーパー。いや、矢野にしてみれば。いい飛び出しからキーパーとの1対1を作りたかった。
最高の飛び出しだったんですけれども、まっすぐ伸びていきました。足元どうだ、これは中島、そしてキーパー頭、いやーなかなか枠の中に収められず、いい反応はしてるんですが、これは生きるか新潟、ヘディング跳ね返していきます。町田前に持っていきたいところ、このスペース競争だが新潟結局キーパーまで、そしてホイッスルになりました。両チームともに点が入らず0対0、最後は勝ち点1ずつを分け合うということになりました。